マーカス・グロスコフはドイツ出身のロックミュージシャン、ベーシスト、ソングライター。ジャーマンメタルバンド、ハロウィンの創設メンバー。身長192センチメートル。ドイツ語ではグロスコフとエスセットを用いて書くがグロスコフと鈴表記されることが多い。ギターのマイケル・バイカートと共にハロウィン結成当初から現在に至るまで在籍している。 15歳の時、数週間のキャンプに出かけた際、ギターとドラムを演奏しているパンクロックのグループと知り合い、ベーシストのいなかったそのバンドの求めに応じて、ベースを始めた。1981年、ハードロックやメタルをプレイすることを望んで、バンドを脱退、海半戦のバンド、セカンドヘルに加入する。セカンドヘル解散後、マイケル・バイカートのバンド、パワーフールで、 ハンセンと再会、インゴ・シュビヒテンバーグと共に加入し、ハロウィンと改名して、現在に至る。他のメンバーと比較すると、アルバム収録曲数は多くはないが、増加傾向にあり、2013年にリリースされたアルバム、ストレート・アウト・オブ・ヘルでは、アルバムタイトル曲を書いている。ハロウィンでの活動と並行して、ショックマシーンで、ベースとリズムギターを担当し、 1998年にアルバム、ショックマシーンをリリース。ケン・ヘンズレー、ジョン・ロートンのバンド、ユーライア・ヒープのアルバム、ソールズベリーのオーケストラバージョンでベースを担当、トビアス・サメットのプロジェクトであるアバンタジアのアルバム、ザ・メタル・オペラ、ザ・メタル・オペラ・パート2に参加した。キックハンターのファーストアルバム、ハーツ・アンド・ボーンズと、リトル・モンスターズにもベースで参加している。 また、彼の実験的プロジェクトであるベースインベイダーズは、ギターを入れず、ベース、ドラム、ボーカルのみで構成されている。ディープパープル、レインボー、シンギジー、キス、UFO に影響を受けている。ベースラインが非常に目立つプレイスタイルで、ヘビーメタルや、イーグルフライフリーのように、ソロパートのある曲もある。アイワントアウトや、 ジャスト、エイリトルサインといったシンプルなベースラインの曲では、ピック、ハロウィーンやイーグルフライフリーなどのリードタイプの曲は、指と曲によって引き分ける。最近は、ベースソロや、リードパートが増えたり、ミセスゴッドでは、スラップ奏法を用いるなど、プレイスタイルの幅を広げている。サンドバーグのベースとジムダンロップの弦をメインに、使用している。ありがとうございます。